今回はイルカ先生に関する反応集を2つ紹介します。それでは、イルカ先生の感動のシーンの異変に気づいた読者の反応を見ていくぜ。程よく刺さっておる。これ内臓言ってるよな。背骨やろ。本当なら神経やられてるで。作中でこのデカ手裏剣刺さったのはこの時だけという事実。イタチにも直接じゃないけど刺さってたろ。デイダラ。なんか後頭部にも刺さってね。頭に刺さっとるのは、ナルト読んだことないけど。右肘や。気温をつけるなら薬。これコラだよ。割と致命傷やろ。頭の致命傷やろ。腕じゃね？う。この頃面白かったよな。なんで生き残れたんやろ。脊髄くらいは言ってそうやな。脊髄な。脊髄は全身の骨の中の血液作るところやで。頭のやつが致命傷やっけ。これ脳ダメで復帰したのやばいな。頭の腹内の方がやばい定期。これ背骨断裂してるだろ。普通に喋り始めてくさ。これ重量とか投げた速さ的にもっと、薬刺さってもおかしくないか。知らんけどマダラとかいうやつと同じ能力でもあるんちゃう。こいつが作中最強耐久なんでしょ。まあ人界最強核排出した伝説の教師やし。頭に刺さってて草。抜いたら死ぬやつやん。頭の腹内これこらか。今まで気づかんかったわ。これやばいやろ。現実で大きくなってるんやろ。半身不随不可避。多重影分身とかいう卑劣様の罠にはまる水木が見たかった。これ浅くね。イルカって中忍やっけ。中年のおっさんが上忍になれてないって地味にやばないか。確か親が優秀やったやろ。キュービ事件の時20歳やから作中じゃ20代やぞ。中忍は一般的や。上忍はエリートやぞ。ナルト世代やカカシ世代が天才揃いなんやで。なんで生きてるかわからなくて7代目怯えてるやん。背骨言ってるよね。なんでこんな浅いの。普通貫通するやろ。風魔手裏剣やろ。致命傷やん。医療忍術なめんな。逆に殺傷能力クソ低そう。これもう手裏剣ではないだろ。言うなら手裏剣のようなものや。こんな質量の暴力武器投げてこんだけしか刺さらないとか水木よっぱ。この画像何回も見てるけど頭刺さってるの今気づいてくさ。ほんまや。腹内刺さってるやん。これが原因で現場に出れなくなったんだよね。後頭部に刺さってるように見えてくさ。実際に刺さってるぞ。別のコマ見てみるとわかる。激忍でよく使ったよな。後頭部結構あかん感じで刺さっとるな。改めて見るとこれだけの質量のものが勢いよく飛んできてチクって刺さる感じなのシュールやな。鎖肩びらならこのぐらいになるかも。水木から守らんかったらナルト死んでたで。有能。ナルトをそそのかしたくらいで他に何もしてない水木は刑務所入れられたのに。火影殺しをはじめとした数々のテロ行為を起こしたサスケやオロチマルは無罪放免とか。この墓隠れの里の裁判官どうなっとんねん。戦勝恩赦だろ。水木はやったことも大したことないけどやれることも大したことないからな。恩赦がないのもあるやろうけどあの巻物の中身には江戸天もありそうやから他国に出たらやばいやろ。水木後で網織で出てきて草わえた。下手にイルカの術出せないからあそこの水木 VS イルカクッソしょぼい戦闘になってて草生えたわ。イルカ先生強いんだよな。ナルトが受けた中忍試験と同じ試験受けてたらイルカ死んでそう。メンタルトレーナーとしては一流やろ。イルカがいなければナルトとサスケが里滅ぼしてたからな。結構勢いよく投げてんのにこれしか刺さってないのすごいよな。さすがイルカ先生や。生きたまま脳にドリルでネジぶち込まれても生きてるいびき先生がいるのに。腹内刺された程度で死ぬわけないでしょ。頭の腹内はヤバくないか。後頭部じゃなくて肩だぞ。続いてはイルカ先生すごすぎるに対するみんなの反応を見ていくぜ。改めて見るとイルカ先生ってすごいね。メンタルが強い。力はないけど徳はある。そして徳がある。ナルトにこの人がいて本当によかった。この人を説得に活かせるこの派。しょうがねえだろ。戦場に出さなきゃならないレベルの強さじゃなくてナルトをまともに人間扱いで接した大人がこの人しかいないんだから。ろくな里じゃねえな。忍びならそうだけど大人なら一楽に二人くらいいるから。この人を説得に活かせずに誰に活かせるんだよ。アイス全部食べちゃう人のイメージ。ナルト結婚するときやボルトになってめちゃめちゃ老けてたけど、そんな年齢差あったっけ？ってなった。最初23歳で2年後は26歳だけど、ボルトって12年後くらいだっけ？イルカ先生って結婚してないの？ボルトン時代でも大人連中は独身多いよな。
あの世代ってそれこそ明日まくれないみたいな死には彼がめちゃめちゃ多そうで。人間できてるよね。あの世界は老ける人とそうでない人が極端なんだろう。能力は波の忍者程度だからな、この先生。イルカ先生が未婚なのはちょっとショックだった。けどイルカ先生が適当な奴と結婚したら少しショックかもしれん。結婚式に父親代わりで来ててグッときた。そういやイルカ先生死んでなかったな。アニオリラストエピソードのナルエル大盛りありがたい。カカシとかは呼び捨てにするサスケも、イルカ先生には先生呼びしていた覚え。一楽だっけラーメン屋の親父。あの人もナルトの恩人だよね。イルカ先生と一楽のおじさんがストッパーすぎる。先生としては少しナルトに肩入れしすぎな気がする。この葉を救った英雄その2。この人いないと割と積んでた初期のナルト。育ての親みたいなもんだもん。1話の時点で生徒のためにおとりにまでなっている。ほぼ出番ないけど最終人気4位なだけある。イルカ先生も九尾事件で親殺されてるの考えると本当によく育ててくれた。なぜかイルカ先生序盤に死んでたと思ってたんだけど見返したら普通に生きてたわ。ボルトで老けてて少し寂しくなる。1話、パキッとするアイス。これくらいなんだよねイルカ先生とナルトの主な会話。1話で十分すぎるわ。死の森抜けて天地の巻物開けた時とか。1話がナルトの人生で一番しんどそうな時期だからな。親代わりのイルカ先生とジライアはナルトの真の柱だよね。父ちゃんであり兄ちゃんであり恩師であり命の恩人であるくらいにはイルカ先生が心の支えだから。40前でアカデミーの校長って出世頭だよな。中任なのにスクールの校長にまで上り詰めたから特等育成能力は高いんだろうな。何より得がある。校長になるぐらいだし名声もあるだろうな。7代目の先生ってだけでだいぶ名声に。1話でナルトが落書き消すときにずっと付き合っててくれてるんだよね。ラーメンを奢ってくれるし。ナルトのわかるってばよ。ってイルカにやられたことの真似だよね。ずっとずっと光でいてくれたよねイルカ先生。大して強くないのがむしろポイント。序盤でナルトがイルカ先生の元から巣立ってくみたいな話は結構やってるからな。ナルトが落ち込むタイミングで都合よく現れて適切に励ましてくれるの陣。最初からずっとメンタルケア担当すぎる。出番は少ないけどその出番が的確だからナルトの初代保護者としてすごい輝いてるよね。アカデミー時代からずっと面倒見てたと時々錯覚してしまうけど、距離縮まったの卒業試験以降なんだよね。初めて認めて合格の証として期待当てくれたってイベントが重い。イルカ先生からもらったものがナルトの中にあるって解説と証拠隠滅のダブルミーニングよね。イルカ先生の言葉を血肉にするために髪を食った。ナルトって純粋だから時々結構引くようなことやるよね。後のアカデミー校長である。ナルトたちを中任試験に出すってカカシが言った時心配で突っかかってたの本当に保護者だなって。今はあなたの生徒じゃなく私の部下ですって返すカカシもいい。いつ見ても息子の教育方針で揉める夫婦みたいだなって思うこれ。徳の化身。校長職を務めてるあたりマジでそうなんだろうな。